ちは。カレー食べてるよ。へえ、いいな、カレー。10分だけします。ちょうど休憩よかったです。自動できた。家出ようとしたけど始まったんですけど、いや家出てよ。それはでもね、あと10分ぐらいで終わるので。タコ、タコ、クマ、あ、ミオさん、クマありがとうございます。ミオとマックさん、クマ、はい、ありがとうございます。あ、コージさん、コージアットマーク広島さん、クマ、コージさん、クマクマ、あ、割れちゃいけん、ありがとうございます。レッスンとかいろいろあるので行ってきますうん。花束とかもありがとうございます。ワイヤー休みなんで、あ、でも今日月曜日ですよね。そういえば月曜日よね。今日も可愛い。今日でもなんか何もない日なんだけど、なんかアイラインだけしっかりしたやったりしたら漏れた。ほんま何もなさすぎて、何もない時ほどうまくいくんですよ、女の子って。メイク、握手会、あ、そうですね、握手会だったのでね。お風呂のみかんの話、そう、昨日ね、なんか江田島のポンカンが届いてて食べるんですけど、食べてて、なんかお家の人がポンカンの皮を浮かべなさいって言ったんで、ボチャンって浮かべて、まあなんかビタミン C みたいなのあって、なんか保湿とかされるんかなと思ってやって、昨日は日曜日だったので、別に今日もそんな朝めっちゃ早いわけじゃなかったので、ゆっくりお湯に浸かってたんですよ。そしたら、そう、柑橘系のなんかあの入浴剤も入れたんだけど、それプラス皮を入れたの、そう、ゆず風呂的なやつ、江田島ポンカン風呂、それでなんかやったら、ゆっくり使ってなんかもう潜ったりしたんですよ、久々に。こうやってブーみたいな。でそれでも頭まで、足のつま先から頭までお湯浸かることってまずないじゃん、普通に、あの大人になったらなおさら、溺れたりとかない限り。だけどちょっとやってみようと思って潜ってみたんですよね。それで13秒ぐらい限界で、それで潜ってブワーってそのなんか勢いで起き上がって、もう上がったんですよ、もうのぶせよったけ。 それでふわーって上がったら、お風呂出たら鏡があるんですよね、私の位置。鏡があってけ、それで鏡見たら、なんかこことこことここになんかこうみかんの皮つけっぱなしで上がって、そう、めっちゃ恥ずかしかった。別に誰も見てないから恥ずかしくはないんだけど、わーと思って写真撮ろうと思ったけど、なんか裸だったからやめました。昨日でも配信しましたね、夜。ほんとちょっとだけなんですけど、おやすみってだけ言って、昨日も握手会だったのかな、もともと。なのでちょっと対戦したいなっていう気持ちあったので、3分だけになってしまう。そう、なんかここら辺とかなんかポンカン、みかんついた。そう、なんか
こんなんじゃない、もう普通に手のひらサイズぐらいの皮でパパついてわーって思いました。はい、応援グッズ、ここ入ってる、あとあっちもあるけど、ポンカントリートメント、確かに。ポンカントリートメントですね。お店でも試してみてください。なんか昨日でも日曜日っていう感覚があまりなくて、感覚っていうかあれがなくて、日曜日かみたいな気分ですね。コージさん第二ボタン、これはありがとうございます。いっぱい第二ボタンありがとう。皆さんこんにちは、こんばんは。ありがとう、第二ボタンいっぱい、すごい。いや曜日感覚、いやないよね普通に。毎週見てるテレビ、イッテ Q とか見ますね普通に。まつげが今日マスカラしないから下がってる。OK、あまりテレビを見ないんで、飴食べます。ぽい、火曜日はラジオの日で覚えてる。おー、そうね、私も火曜日ラジオの日って感じ。昨日はイモースでした。イモース見れんかった、ほんと。リモースまだ結果はあれって感じね。アウター着て行った方がいいよね。てか本当に髪の調子ちょっと、髪いいですか？本当でもトリートメントっていうかしに行かなきゃ。晴れてます、晴れてます。ちょっと髪切りに行ったりしなきゃ、切りっていうか毛先とか。髪めっちゃ伸びたね。うん、これでもくるとか、まあ、くるって毛先を巻いていないかったら意外とこんだけありますよ。うん、違う違う、今日暑い、ほんと？どうしよう、暑いか、いらん、もしかしてこれ言うの。
のぐらいだ。ちょっと見ます。気象天気予報。あ、早いですね。ちょっと晴れてる。パーカーだけとかだとやばいかも。私も美容院行かなくちゃです。美容院行くときってなんか楽しいですよね。とかなんかどうせなら、どうせならというか大事な日とかの前にしたくない？撮影とか。これ絶対に 100% ね、あれ間違える、ボタン間違える。ヘッドスパね、気持ちいいね。ヘッドスパ美容院さんではあんまやらない。ヘッドスパのなんかプロみたいな人、プロっていうかなんか美容バリみたいな、で頭もやってもらうように。あ、もう2時になっちゃいますねっていうところで終わろうかなと思います。はい、ちょっと10分間だけって言ったんで本当に10分間だけで終わってしまいそうなんですけど大丈夫ですか。あの帰ってからもショールームできるかなと思うのでやると思います。ちょっとまた昨日みたいにメール夜さ送れんかったりしたらさ、いけんけん何時かしますと言えないんですけど、夜もまたしようと思うので、まあ、メールに送れたら一番いいですけどね。送りますね。はい、ということで終わります。なんかみんなが今日はあったかいって教えてくれたのでちょっとまあ薄着ぐらいで出ていきます、家を。じゃあね、みんなこうやってやってくね。はい、バイバーイ。口笛吹きますか？吹きます。ありがとうございます。ちょっといっぱいでもギフトを投げてくださったのでランキング言いますね。13位、佐々木雄さん、間違えました、すいません、やり直すね、もう一回。13位、イタルさん。12位、佐々木雄さん。11位、ロンリーボーイさん。10位、リョウタさん。9位、ソーマさん。8位、ほのかサランヒヨンさん。7位、ピさん。6位、フューチャさん。5位、ヨンドさん。4位、アキサトさん。2位、タケトさん。2位、あ、間違えた、3位、タケタさん。2位、ミオアットマークさん。そして今日の1位はドルルルルルン、コージアットマーク広島さんです。ありがとうございます。コージさんの真っ赤な後にストライク、コージさんいいですかね。ありがとう、いっぱいクマとかね、みんなありがとうございます。ちょっと投げてくださった方、ちょっと弓こぼしあったらすいません。はい、みんなありがとうございます。バイバーイ。行ってきますというか、みんなも頑張って、午後からも、もう午後かでも働いてください。しっかり応援してます。さよなら、バイバーイ。聞きます。